皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのダイソーから売られているディズニープリンセスシリーズのラプンツェルのネイルデザインを作ってみたいと思います。材料はすべて100円ショップで買える材料を使って作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、ではまず親指と薬指のデザインを作っていきたいと思います。使用するカラーはセリアジェルのホワイトとスモーキーピンク、バイオレットを使っていきたいと思います。ではまずパレットの上にスモーキーピンクとバイオレットのカラーをのせます。はい、ではこちらを平筆で混ぜていきます。はい、ではこちらのカラーを使っていきます。はい、ではまずホワイトのカラーでフレンチネイルを作っていきます。根元にストーンを置いてしまうのでラインは気にしなくて大丈夫です。ではこちらを一旦ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ライトに入れます。はい、では次にこういった感じの少し細めの筆を使ってラインを描いていきます。ではこちら先ほど使った紫色のカラーをのせていきます。親指はこんな感じです。はい、では薬指にも描いていきます。
ては一度ライトに入れます。はい、ではもう一度乗せていきます。ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、ではパーツを乗せていきたいと思います。ではベース&トップコートを塗っていきます。はい、ではパールのパーツを乗せていきます。では一度ライトに入れます。はい、ではエタノールで未硬化ジェルを拭き取ります。はい、ではこの上にこちらのシールを乗せたいと思います。では親指にこちら大きいのと薬指にこちらの小さい丸のラプンツェルを乗せたいと思います。空気が入らないようにしっかりと貼っていきます。はい、こちらをノーワイプトップコートで仕上げていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、こちらで親指と薬指のデザインの完成です。それでは次に人差し指のデザインを作っていきたいと思います。はい、ではまずベースにホワイトのカラーをのせていきます。
ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次に先ほど使ったカラーを使っていきたいと思います。では平筆に取って塗っていきます。では一度ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ではライトに入れます。はい、では細いラインを描いていきます。使う筆はこういった細めの筆を使って描いていきます。では斜めに線を描いていきます。こんな感じで一度ライトに入れます。はい、では次にパーツをつけていきます。ではベース&トップコートを薄く塗ります。ではゴールドのパーツをつけていきます。はい、こんな感じで一度ライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで人差し指のデザインの完成です。では次に
中指と薬指のデザインを作っていきたいと思います。はい、ではベースにホワイトのカラーをのせていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ライトに入れます。はい、では次に先ほど使ったカラーと、あとピンクとマスタードのカラーを使っていきたいと思います。ではこの2色もパレットの上にのせます。はい、ではこの3色を使っていきます。はい、ではこちらのカラーをのせる前に一度ベース&トップコートをのせます。はい、ではまずマスタードのカラーをのせます。一度ベース&トップコートをのせているのでカラーが動きやすくなってます。少しふわっとした感じにのせていきます。では次にこちら紫のカラーをのせていきます。では続いてこちらピンクのカラーをのせます。ではこんな感じで一度ライトに入れます。はい、では小指も同じ感じに作っていきます。ではベース&トップコートをのせます。こちらちょっとたっぷりめの方がジェルが動きやすいです。ではマスタードのカラーをのせます。続いて紫のカラーをのせます。ピンクのカラーをのせます。
はライトに入れます。はい、では一度未硬化ジェルを拭き取ります。ではこちら真ん中にシールを載せていきたいと思います。中指にこちら太陽のマークのシールを貼ります。はい、では小指にはこのちょっとおしゃれなラプンツェルの文字を入れてみたいと思います。こちらです。はい、ではこちらの周りに少しドライフラワーを乗せてみたいと思います。ではベースコートを乗せます。こんな感じにお花を乗せていきます。では小指にも乗せていきます。ではベース&トップコートを乗せてお花を乗せていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをノーワイプトップコートで仕上げていきます。お花は飛び出ないようにしっかりとトップコートを塗って仕上げていきます。ではライトに入れます。はい、こちらで中指と小指のアートの完成です。お花をつけるとさらにラプンツェルっぽくて可愛く仕上げることができます。はい、こちらで5本完成になります。100円の材料で作るラプンツェルのネイルデザインの完成です。今回の一番のポイントはラプンツェルのお花畑のイメージを出したかったので、中指と小指につけたドライフラワーがラプンツェルの世界観を出せたと思います。今回ラプンツェルのシールがゴールドだったので、ちょっと全体的に華やかに仕上げることができました。
今回の動画はいかがだったでしょうか。ダイソーから売られているこちらのプリンセスシリーズのシールがとっても可愛いので、皆さんもぜひゲットしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。